今回も出どころがはっきりとしているデータを使いながら、私の取材も交えて真摯にお伝えする大石解説です。さて、新型コロナの取材を1年半以上私続けてまいりました。怖いなと思うこと2つあります。1つは重症化です。重症化した方苦しいそうです。例えて言うならば、胸の上にお相撲さんがずっと座っているような感覚、例えて言うならば水に溺れているような感覚なんだそうです。で、この水に溺れている感覚、実は肺の中で実際そのような現象が起きているんですね。これはある医師の方に聞きましたけども、どういうことかというと、肺の先端に肺胞というブドウの房のようなものがあります。そこに水がたまるんだそうです。だから苦しいそうなんですね。これまで何人も重症患者を見てきたある大学病院の医師の方が言っていました。ワクチンを接種して副反応が出たとしても2、3日で治りますよねと。でも重症患者になると、その何十倍もの副反応の何十倍もの苦しみがありますと。だからワクチンを必ず接種してくださいと、その方は力説していました。怖いなと思うこと、もう一つあります。それ何かと言いますと、後遺症なんですね。こちらご覧ください。東京世田谷区のデータになります。3710人の方に聞きました。後遺症があると答えた方、48.1%、およそ1800人にも上るんですね。多いんですよね。では、一体どんな症状が出るんでしょうか。こちらご覧ください。最も多いのが嗅覚障害です。全身の倦怠感、味覚障害です。その他、咳、息苦しさ、呼吸器系の症状が出るというのは特徴ですよね。さらに脱毛もあります。集中力の低下、記憶障害、これは神経系の症状、こういったものも出るのも後遺症の特徴ですよね。私後遺症外来で取材しましたけども、だいたい3ヶ月半年経っても症状が残る人はいるそうです。患者さんの中には1年以上症状が残っているという方もいるそうなんですね。なので、この後遺症というのは海外ではロングコビットとも呼ばれております。私20代30代40代の後遺症が残っている方にお聞きしました。特に印象的だったのは40代の女性なんですけども、その方は嗅覚障害と味覚障害がありました。一番ひどい時は、例えば真夏、生ゴミの匂いってものすごいじゃないですか。その匂いが全くしなかった、もう苦しくて吐いたこと何度もあるそうなんですけども、吐いてもその吐いたものの匂いも全くしなかった、味も食べても何もしなかったと語っておりました。その方、少しずつ今症状は緩和されているということなんですけどもね。で、その私取材した3人の方、みんな言ってました。早くワクチンを打てばよかった、早く今ワクチンを打ちたいと語っておりました。さて、一方でワクチンを接種したくないという方もいらっしゃいます。話を聞いてみると、やっぱり将来的な安全面に不安があるとか、さらに副反応が怖い、そんな声を聞きます。その副反応について最新の情報が出ました。まさに今日厚生労働省が公開したものです。副反応と死亡の報告例なんですね。ファイザーとモデルナで見ていきます。接種回数、ファイザーは1億2000万回を超えております。モデルナは2300万回を超えています。ファイザーはモデルナの5倍近く打たれているということなんですね。では副反応疑いどうかというと、ファイザーが1万4000件近く、そしてモデルナは1363件となっています。私この数字見た時に少ないなと思いました。私の周りでは結構な割合で副反応で苦しんでいる方がいたので、少ないなと思いました。これなぜ少ないのか、どうですか。あなたは誰かにそのワクチン接種後の副反応の話しました。家族にしますよね。恋人にしましたか。友達、会社の同僚しましたかね。でも大体そこまでじゃないですか。ここに上がってくる数字というのは、例えばあなたがもう副反応がきつくて、もう病院に行って診断を受けて、さらに
薬を処方される、そういったことまで済ませていれば、その医療機関から国に最終的に報告されるかもしれません。でもそうでない方はここに上がってこないんです。つまり何が言いたいかというと、これは氷山の一角だと思ってください。死亡例見ていきましょう。まあこの死亡例と言いましても、ワクチンを接種した後に死亡したんですけども、ワクチンを打ったから亡くなったかどうか、その辺の因果関係はわからないという件数です。ファイザー1191人、モデルナ34人です。これ前回あれは9月10日だったと思いますけども、その時と比べて70件、70人増えました。で、このうちのお一人の死亡診断書を私取材で見せていただきました。65歳以上の女性の方、基礎疾患はないという方だったんですね。その方はワクチンを接種してしばらく経って亡くなったという方です。現場に駆けつけた医師に話を聞きました。アナフィラキシーショックはなかったかどうか、そういった、調査も行ったそうですけども、ワクチンの痕跡はなかった。なのでワクチンが原因で亡くなったかは分からなかった。ただワクチンを打ってから亡くなったということは事実だったので、ワクチン接種後に死亡したという、その文言は死亡診断書には入れたと、その医師の方は語っておりました。私、そうですね、20人以上の医師の方にワクチン接種後に死亡したとして、それ因果関係分かるものなんですかと、いろんな方に聞きましたけども、分からないだろうと、皆さん、口を揃えて語っておりました。さあ、岸田新総裁、11月中にはですね、ワクチン接種を完了したいと言っています。そして国はですね、来年には年明けには高齢者の方3回目のワクチン接種を考えているということなんですけども、しかしながらこれからはもっとですね、国民の理解というのが必要になってくると思うんですよね。そういう意味ではですね、情報公開と、そしてより丁寧な説明、これをしっかりしてほしいと思います。